冒険は、港かなえによる日本の推理小説の連作短編集、全六編。2010年から2012年にかけて、オール推理、オール読み物に掲載、2013年1月30日に、文芸春秋より刊行された。瀬戸内の島々で生まれ育った人々の愛憎、入り混じった複雑な心理を描く。収録作、海の星は、 第65回日本推理作家協会賞短編部門を受賞している。2016年1月10日には文春文庫版が刊行された。収録作3編がテレビ東京系でテレビドラマ化され2016年9月28日に放送。収録作2編が映画化され2017年9月16日に公開された。 ドラマスペシャルみなとかないサスペンス望険と題し、みかんの花、海の星、雲の糸の3編を原作として、オムニバスドラマとして、テレビドラマ化され、テレビ東京の本社や移転に伴う記念プロジェクト、六本木山頂名店プロジェクトのドラマスペシャル第2弾として、同局系列にて2016年9月28日の21時から23時18分に放送された。夢の国、 光の航路の2編を原作として映画化され、2017年9月16日に公開、新宿武蔵野間ほか全国拡大上映された、冒険に関するカテゴリ、冒険に関するカテゴリ、ありがとうございます。